疲れた。ここんとこいくらなんでもタルタロス行き過ぎじゃね。文句言わない。月末にはもうニュクスとの決戦なんだから、頑張りすぎってことはないでしょ。まあ分かってんだけどさ、今はもう言われて任務についてるわけじゃない。俺たち自身で戦うと決めたんだ。確かにな。だがそれならなおのこと、体を壊してはまずい。疲れが溜まり出す前に遠慮せず休んでくれ。うっす。ああ明日日曜か。去年はこういう時は一日中寝るぜとか思ったもんだけどな。今だと逆に落ち着かないですよね。私はいろいろ考えたけど予定入れられなくて。ああわかる。私もさ、もうすぐ全部終わりかもって思って、あれもこれもって予定すっごい考えたけど、なんか人生終わっちゃう前提みたいで泣いた。お前は明日なんか予定あんの？いや一日埋まってるわけじゃない。よければ誰か散歩に連れて行ってほしいとコロマルさんが。あ癒される、そのマイペースな感じ。当番誰だっけ。え、なんで俺に目線集まってんの。そんな何でもかんでもサボってねっすよ。俺の当番は明日からっす。そういえば明日でちょうど1週間なんだよね。1月31日までだね。あんま考えたくないけど。1週間ってことはどの予備も残りあと1回ずつ。あ、ごめんなさい、こんな空気にするつもりじゃ。いや気にしなくていい。最後の日曜日っていうか、あ、そういう意味じゃなくて、大丈夫、分かってるから。なんか約束の日までギリギリになったらきっと学校なんか行ってられない気持ちになるって思ってましたけど、今は逆に大事にしたい気分です。そうだな、日常のありがたみがわかる。いいんじゃないですか、昼間は普通に学生してれば。どうせ夜中になるまで戦いようない相手だし。だな、言い出したらキリねえよ。そうかもね。細かい話は不要だな。明日の日曜はそれぞれ有意義に過ごしてくれ。今日はこれで解散にしよう。はい、はい、いーっす。早めに休むか。お疲れ様でした。おやすみなさい。あーたくさん寝るぞ。今日は先輩のとこの化粧水使わせてもらおうかな。部屋に戻らないんですか。え、ああ今週は当番だからコロマルの水を変えないと。嬉しいそうです。そう、この頃皆さんとてもまとまってて結束が強くなっていますよね。ああ、皆さんも私もちょっとくらい辛くても一人一人が意味を感じてて、こういうの充実って言うんですよね。かもしれないね。たまに今がずっと続けばって考えたりしませんか。アイギス？あ、いいです、忘れてください。じゃああとお願いします。おやすみなさい。おやすみ。ドラマ CD ペルソナ3ムーンライト。そうだ、ゆかりちゃん前に貸す約束してた DVD 届いたの。ああ、映画のやつ？災害パニックものとかって。映画の DVD ですか。月が軌道を外れたせいで世界中に大災害が起きて、でも力を合わせて乗り切るっていうお話なの。去年映画館で見た時すごく感動して。ああ、私がチケットを譲ったあれか。え、先輩もパニック映画とか見るんだ。いや、グループが配給に絡んでいたとかでチケットが回ってきてな。ああ、なるほど。でもそういえば去年の秋ぐらいからそれ系の映画多いですよね。これもやっぱり週末思想とかに引っ張られてるんですかね。意外と無関係じゃないのかもな。私 DVD 予約してたんだけど、でもまさか発売日に本当に世界がピンチになってるなんて思わなくて。どうするゆかりちゃん、
借りる？映画は映画だよ。私は別に気にしないけど。私も見てみたいです。うん、なら今から私の部屋へ来て4人で見るか。え、今から？もちろん無理にとは言わないが、なんだか今夜はこのまま寝てしまうのが惜しい気がしてな。最近よくこういう気分になる。なぜだろうな。あ、なんとなくわかります。それ私はオッケーですけど。ぜひお願いします。じゃあお邪魔しちゃおうかな。わかった。なら DVD 撮ってきますね。私も一度部屋に戻ってから伺います。私はじゃあこのままお邪魔ってことで。そうだ、ついでにシャワー借りますね。私より先にか。最近はまるで自分の部屋だな。え、いや別にそこまでのつもりは。っていうかテレビとか先輩の部屋ので見た方が100倍綺麗なんだもん。おかげでハードディスクレコーダーの操作もすっかり私より詳しいしな。まあこういう時は助かるか。ねみねみ。純平さん、なんだか本当に一日寝ちゃいそうな感じですね。ああ、かもな。俺は毎日朝練に合わせてるうちに習慣化して、たまに夜更かししても同じ時間に目が覚めるな。そこまで行くと高校生としちゃ逆に不健康っすよ。純平さんだって毎日学校行ってるのに朝とかどうしてるんですか？一応携帯のアラームはつけてるぜ。つっても俺はスヌーズごときには負けねえけどな。負けだろそれは。遅刻しちゃうんじゃないですか？ま、俺の場合たしなみだな。のんきなやつだ。ん？待てよ、確かシンジの荷物に目覚まし時計があったな。ちょ、真田さん？ひどい音がするのをいろいろ持ってたはずだ。シンジのやつ朝弱いことにかけちゃ最強だったからな。それ日本語変です。てか新垣さんのって、あ、いいんすか部屋勝手に。ただ置物にしておくよりずっといい。どう思うよ天田。決戦まであと1週間ですし、はいそ遅刻キャラで通すってのもありなんじゃないですか。いやそこじゃなくて、てかひどいよそれ。純平ぼさっとしてるな。お前もダメだろ。あ、ういっす。じゃあ僕はこれで。おやすみなさい。これでよしっと。おやすみコロマル。ん？なんだい？お腹が空いた？違う？まあいい、じゃあもう少し一緒にいよっか。しょうがないな。でも癖になるからあまり部屋には入れるなって前に聞いたような。みんなには内緒だぞ。ほら、声が大きい。なんだ先輩、今なんか変な音しませんでした？ああ、音もだが妙な感じが。ゆかり、君のだ。え、誰ってなってます？かかっちゃいました。ん、あ、風花だ。ごめんなさい、撮ってもらえますか？しょうがないな。もしもし。あ、ゆかりちゃん、今先輩のお部屋？うん、どうしたの？実はその、よくわからないんだけど、入り口のドアが開かなくなっちゃって。は？開かなくなった？鍵は？あ、そうじゃなくて、今は部屋の中にいるんだけどドアが開かなくて、つまり廊下へ出られないの。え？入れたのに出られないってこと？それって、くしき。冷えるぞゆかり。ゆかりちゃん？あ、ごめん、今実はお風呂中。あ、ごめん。いいって。じゃあ
先輩に言っとくから、そこで待ってて。うん、ありがとう。じゃあ、後でね。これどうも。置いといてください。どうした？なんか、ドアが開かなくて出られないとかって。出られない？もしかして、さっきの妙な音と何か関係あるのか？え？あー、どうでしょう。まあいい。とりあえず私が見てこよう。あ、先輩！アイギスに声かけてくといいかも。アイギス、鍵のピッキング、免許改伝だか。くし！ユカリ、上がるなら上がって体を拭け。本当に風邪をひくぞ。しかし、妙だな。鍵穴は外だけなのに、出られないなんて状況はないはずだと思うが。ん？何？ドアが開かない。え？嘘？ここも？秋彦か。このタイミング。私だ。ミツル、実は。ドアが開かないのか。そっちもか。山岸の部屋まで。おい、どうなってる。もしかして全部の部屋がこうなのか。全部だとすれば心当たりがある。確認して折り返そう。そっちはとりあえず他の部屋の様子を聞いてみてくれ。わかった。心当たりって？この寮は一応対シャドウ用に設計されているからな。扉や窓の類は緊急時にロックされて隔壁にもなる。え、それがシャドウってこと？それって。いや、シャドウじゃない。影時間が過ぎた。おそらく誤作動だと思うが。参ったな。出られないとなると。ああ、風花に頼んでみるとかは。なるほど、そうか。はい、もしもし。山岸、すまない。君の端末から寮のシステムにアクセスして動作確認を頼めないか。私の名前で入っていい。パスワードは去年の11月から変わってない。わかりました。今ちょうど PC 立ち上げてるんで、やってみます。頼む。私はラボの方に問い合わせてみよう。そっか、頼るのまずラボとかですよね。だがこの時間だとどうだろうな。今日に限って直通の番号でもダメか。あ、風花だ。早っ。もしもし、ゆかりちゃん、今アクセスしてみてるんだけど。なんかわかった？それがドアはロックされてないの。え？システムはそもそも異常なんて感知してなくて、ロックの命令も出てないの。そういう誤作動なのかもしれないけど、だとすると部屋のパソコンからじゃ。山岸は何と言っている？調べた限りじゃわからないっぽいって。そうか。あ、ありがとう風花。なんかみんなで縁がどころじゃなくなっちゃったね。だね。また後で連絡行くかも。うん、じゃあね。こうなると焦っても仕方ない。情報を共有しつつ朝を待って、まだ開く気配がなければ再度ラボへ連絡だな。うん。2階も全員ダメだ。閉じ込められてる。扉が閉まる前のあの妙な音が引っかかるな。とりあえず朝を待つしかないか。時間で自然復帰したりすることを期待したいな。決戦前にメニューを崩したくない。はい、確かに破壊は可能ですが、ドアも窓も見かけよりずっと強度があるみたいで、そこだけ破るというのは難しいかもしれません。はい、とりあえず待機しています。ドアが開かないだけです。他に変なことは何も。でもこの状況ですから目覚めちゃって。え、トイレは済ませましたよ。何の心配なんですか。僕もう子供じゃないです。俺、真田さんと一緒に新垣さんの部屋で缶詰。え、いや、なんでって成り行きで。それよか、さっきからすぐ横で真田さん荷物とブツブツ会話始めちゃっててさ。ゆかりっち助けてくれよ。
このまま朝までとか俺泣きそうっすよ。という状況だ。わかりました。コロマルがいるのか。あ、すみません。いや、ラウンジに一人でいるかと心配してたんだ。君と一緒なら安心できる。よろしく頼む。はい。いずれにせよ復旧は朝になってからだ。何かあったら連絡する。とりあえず休んでくれ。はい、おやすみなさい。外が気になる？でも焦っても仕方ない。休もう。大丈夫、敵ってわけじゃないし。おやすみ、黒丸。おかしい、本当に誤作動？特殊なロックなんてどう見ても作動していない感触。でもそれならどうしてドアが開かないの？こんばんは。あなたは？はじめまして、アイギス。黒い髪、推定年齢14、15歳の少女。熱センサーに反応なし。あなたは確か去年の9月に一度。え？あの時のこと覚えてるの？あなたが私たちを閉じ込めたのですか？閉じ込めた？今寮のすべての個室のドアが原因不明のロック状態になっていて出入りできなくなっているんです。あ、そうなの？ごめんなさい、全然知らなくて。皆さんはセキュリティの誤作動を疑っているみたいですが、多分別の要因だと思います。そこへあなたが現れて。そっか、そんなタイミングじゃ疑われるのも当然ね。あ、いえ、すみません。考えてみたら根拠もないのに。いいのよ。ロックじゃないっていうアイギスの予想は多分当たり。こうして繋がっててもどこかにアラートが起きてる感触なんて全然ないし。繋がってても？だとすると事故とか外からの力で閉まっちゃったわけじゃないのかも。どういうことですか？私ちょっと特別な境遇だからかえってわかるの。人って鍵やドアなんてなくても自分で自分を出られなくしてることの方が多い気がする。自分で自分を？何かを恐れて閉じこもってしまうという意味ですか？それもあるけど、なんていうか、大事なもので両手がいっぱいで幸せだけど身動きできない、そういう人ってすごくたくさんいる。私は。難しいよね。誰だって幸せや充実を見つけたら今がずっと続けばって考えちゃうと思うし。私、確かに私も。でもそれは閉じ込めると言っても意識の話で、実際にドアをロックしたりすることとは。うん、そうなんだけどね。でも驚いた。アイギス、前と別人みたい。え？話してると本当の人間みたい。すごいな。みんなとアイギスの思いの力ね。思いの力？あ、ご飯だぞ。ニクスとの戦いが済んだら特別課外活動部はきっと解散になると思う。そしたら僕は初等部の寮に帰らないと。正規の寮だとハムスター飼っちゃいけないんだ。また隠しておけたらいいけど、アイビアとかになったら前のこと連れていけないかもしれない。誰か飼ってくれる人探さなくちゃ。
ここにいれば僕は仲間なんだ。みんな口に出さないけど、ちゃんと僕を見てくれてる。昔何があって、僕がどんなことしてきたか。そういうの全部知ってて、それでも仲間って言ってくれるんだ。そりゃ一人一人と会えなくなるわけじゃないけど、集まるこの場所はいらなくなっちゃうんだ。やだな。正直ただの日常に戻っちゃうよりここにいたい。残念だけど今日はもう上映会は無理ね。そういえばこれ、夏希ちゃんと最後に見に行った映画だったっけ。壊れていく世界と必死に戦ってなんとか生き残った主人公と仲間たちの上に、瓦礫の隙間から太陽の光が差すラストシーン。私気づいたら泣いてて、外に出てもまだ涙が止まらなくて、夏希ちゃん生き残ったんだよ、ハッピーエンドじゃんって慌ててたっけ。初めはどうして泣いたのか自分でもわからなかったけど、でも今ならわかる。どんなに必死に生き残っても世界から終わりはなくならない。ラストシーンで仲間と分かち合った幸せもずっとは続かない。きっと私、知らないうちに戦いで積もってたそんな気持ちに急に気づかされて溢れちゃったんだと思う。もちろん永遠じゃないから輝けるって今はわかるけど、でも憧れる気持ちも止められない。お、あったぞ純平。え、どうだ、これならお前でも起きるだろう。ああ、ありえねえ。懐かしい音だ。シンジと施設にいた頃はよくこの音で隣部屋の俺の方が先に飛び起きたもんだ。うへえ、てかそんなの俺にほいってくれちゃっていいんすか。構わないさ、ほこりをかぶってるよりな。そうかもしんないっすけど、一応片身なわけっしょ。音聞いただけでいろいろ思い出したりするようなもんなんすよね、それって。どうした、やけに絡むな。なんか普通手放せなくないっすか。俺なら千鳥が使ってた鉛筆とか誰かにやっちゃうなんて考えらんないっすよ。何でも取っておいたらキリがないだろ。え、なんすかその言い方。新垣さんかわいそうじゃないっすか。純平、千鳥って鉛筆寝かして使うときなんか変な持ち方するんすよ。俺前はそれ覚えてて自分でもできたはずなのに、この前気づいたら分かんなくなってて。俺千鳥のことどんなちっちゃいことも忘れないってあんだけ決めたのに、細かいとこ消えちまうの止めらんねえんすよ。自分の頭なのになんで今のままにしとけないんすかね。純平、できたぞ。いい香り。じゃ、遠慮なくいただきます。大丈夫か、いつもいっぺんに含みすぎだ。でも美味しい。あ、私いつも普通に飲んでますけど、
ミツルお嬢様自身が入れた紅茶なんて実は結構レア。どうだろうね。まだ通じないか。どの道で歩く時間でもないし、危険とかなければ別にドアくらい閉まってたっていいですけどね。そうかもな。どうした？随分と落ち着いてるじゃないか。そりゃ少しは気になりますよ。でもニュクスがどうとかと比べたら別にって感じ。それもそうだな。もう一杯もらえますね。羨ましいな。いつでも楽しめて。私はカフェインが効きすぎるたちだからな。こんな時くらい飲めばいいのに。まあそうなんだが。これもたちかもな。けど先輩、変わりましたよね。ん？てか私もか。だって4月の頃とか思い出してみてくださいよ。想像できます？私が先輩の部屋で紅茶囲んでお泊りとか。そうだな。でも壁を破ることをしてくれたのはいつも君の方だった気がする。どっちのおかげとかやめましょう。私はただ同じ辛さを先に経験済みだったから思った通りにしただけです。女の子的にパパいなくなるのって特別でしょ。そうか。ねえ先輩、私たち全部住んでも仲続きますよね。ん？戦い終わっちゃっても共有してるものきっとありますよね。どうした急に。これ怒られるかもしれないですけど、私影時間なくなるより今のままが続いたらって正直思うことあるから。時をとどまれ、汝は美しい。え？何が手に入るよりも理想に向かって地を耕す音にこそ祝福は宿るといった意味だ。また文学ネタですか？去年聞いたのは何でしたっけ？リア王？これはシェイクスピアじゃない。でも結構当たってるかもですね、それ。ああ、私たちも決戦に向けて一枚岩になっている今こそが実は一番幸せなのかもな。アイギスは今が変わるって思うと怖い？怖い？はい、この感情は怖いだと思います。感じるようになったのはつい最近ですけど。そっか。やっぱりおかしいでしょうか？ううん、どうして？兵器の私が怖いなんて。ならそれはアイギスがもうただの兵器じゃないってことなんじゃない？え？それも変わるってことだよ。たくさん悩んで感じて考えて、前に会ってからたった4ヶ月でこんなに変われたんだもん。もしかしたらいつか本当に人間になれちゃうかもしれないね。人間に？今の感じ、どこかで。いつか本当に人間になれちゃうかもね。あ、どうかした？アイギス。思い出しそう。何かあなたに関すること。あ、私記憶はもう完全に回復したはずなのに、これは。まさか禁足の内容を取り戻しそうになってるの？記憶のとても深いところに。そう、あれはずっと前の。なんだ、少し波形が出てる。ノイズだろ。このくらい問題ない。手順150以降はもともとブラックボックスだからな。例のパピオンハートか？
機械に精神を実現するとかって代物らしいが。大丈夫さ。この七式アイビスには五式ラビリス以降の全てのノウハウが詰まってる。そうだな。おはよう、アイギス。研究所の人たちはまだ気づいてないみたい。でも私にはわかるの。目が覚めたんでしょ？ねえ、返事をしてみて。おはよう、です。やったー！おはよう、アイギス。おはよう、ございます。私、あなたが目を覚ますのをずっと待ってたの。ねえ、私がわかる？アイギス。声が聞こえます。本当はね、声じゃないの。私たち、神経ケーブルっていうので繋がってるから、考えるだけで伝わるの。テレパシーみたいなものかも。テレパシー。私ね、声が出せなくて、あと他にも、いろいろできないことがあって、生まれつきなんだって。だから今まで誰ともちゃんとお話ししたことなくて、アイギスが初めてよ。今すごく嬉しいの。だって生まれて初めてのお友達だもん。お友達。そう、初めてのお友達。私はまだあなたの名前を知りません。あ、そうよね、ごめんなさい。私の名前は、あ、そっか、言っちゃいけないんだっけ。なぜですか？私が誰かってことは禁足なんだって。禁足。アイギスは起動したらどこかに行っちゃうって聞いたけど。はい、対シャドウ戦闘の訓練施設に移送される予定です。そっか、じゃあ多分その時に私との記憶は消されちゃうんじゃないかな。必要があればそうなるでしょう。うん。でもアイギスはその後外の世界へ出て、いろんなものを見て、いろんな人に会うのよね。はい、そう予測されます。いいなあ、私も外に出てみたいな。心ってね、そうやっていろんなことしてだんだんできてくんだって研究所の人が言ってたの。心ですか？そう、アイギスは機械だけど心があるのよ。心とは感情という意味ですか？ならそれらの多くは不要と思われます。私に人格が搭載される目的はあくまでペルソナ使用のためですので。そうなの？でも私はもっといろんなこと感じるアイギスの方が素敵だって思うけど。だってせっかく心があるんだもん。笑ったり泣いたり心が育っていったらいつか本当に人間になれちゃうかもね。アイギス、どうしたの？大丈夫？初めてのお友達。あなたはあの時の、私が初めて言葉を交わした。嘘、本当に思い出したの？はい、あの時と同じなんですね。本当のあなたは別の場所にいて、ネットワーク越しに語りかけてる。だから認識できるのにセンサーでは捉えられない。そうよ、すごい、信じられない。でも覚えている通りなら、私はあなたのことをただ忘れていたわけじゃなく、記憶を消されて。あ、うん、まあね。なぜなんですか？いいのかな、教えてあげたいけど、アイギスに何か影響出ちゃうのかも。構いません。去年私に教えてくれたじゃないですか、巡り合いは幸せの形。あなたの言った通りでした。だから私、あなたとの、友達との再会を大切にしたいです。アイギス。それでもし
私の何かが変わったとしても、悪いことなんかじゃないって思います。そっか。うん、わかった。私はね、生まれつき体を動かすことがほとんどできなくて、見たり聞いたりはできるんだけど、それだけ。だからすごく小さな頃からずっと医療施設にいたの。いいお天気よ。ほら、お庭の桜が満開。先生のお許しが出たら車椅子を出してもらって、後で一緒に散歩に出てみよう。パパとママはとっても優しいけど、私を辛そうって思うみたい。未だに手を握ってこの体のことを謝ってくれたりするし、実は私最初から今の状態が普通だったから特別辛いって思ったことはないの。ちょっぴり退屈なだけ。でもパパは私を普通の体にするのが自分の使命だって言って、昔から本当にあらゆる方法を試してくれたのよ。でもどれも効果がなくて、最後の望みを託して私が連れてこられたのが当時のキリジョーエルゴノミクス研究所、そう、アイギスの生まれた場所。ではご息女をプロジェクトの被験者になさると。はい。確かに我々は基礎研究として今までにない視点から人脳の解析を進めています。医学の側面からは見つかっていない希望が見える可能性もあるでしょう。ですが、分かっています。確率が低いこと、必ずしも合法でないことも、しかし考え抜いて決めたことです。私は霧城の名刺会に席を置くものです。単に優秀な医者がいれば済むなら、地球の裏側からでもつては見つかる。それでもここへ来たんです。最後の砦という覚悟です。奥様も同意しておいでですか？正直これがこの子にとって幸せなことなのか今でも迷っています。でも今のままじゃそれをこの子に聞いてあげることさえ生涯できないわ。わかりました。健康な人より特定の機能だけ閉じてる私みたいなタイプの方が研究対象としては貴重だったみたい。プロジェクトの名前は七式特別制圧兵装開発計画。つまりあなたを作り出したプロジェクトよ。じゃあ私の人格はあなたをモデルに作られたんですか？直接ってわけじゃないの。被験者は一人じゃなかったし、あなたはあなた。私はただ直接リンクされてたから、生まれたばかりのアイギスと話ができたっていうだけ。そうね、人間で言うと母親みたいなイメージかな。あ、でも見かけで比べたら逆に妹とかって言われちゃうかも。母親、妹。でも人格形成の参考にされた人について知りすぎると、何かの拍子にアイギスが自分を自分って思えなくなるかもしれなくて、だから私のことは禁足なの。そうだったんですか。でも私また会えて嬉しいです。ありがとう。アイギスはいっつも私に強さをくれるのね。強さ？私ね、本当は少し前までは外の世界なんて見たくもないって思ってたの。10年前アイギスとお別れした後、周りにいた大人たちが次々帰ってこなくなって、アイギスも傷だらけで戻ってきて。デスとの最初の戦いですね。どんなに怖いことが起きたんだろうって、私外の世界への憧れがいっぺんに消えちゃったの。そんな世界なら一生出なくてもいい、私の小さな部屋で十分って思った。
ってもね、アイギスが目を覚ましてから私変わったの。最初は理解できなかった。10年も凍結されるほどの目にあったのに、なんでまた戦いに行くんだろうって。きっと兵器だから命令に逆らえないんだ、なんてかわいそうなんだろうって思ってた。でも全然違った。アイギスはもっとずっと素敵な、戦ってでも守りたいものに気づき始めてた。そうでしょ？はい。素敵の意味わかるようになったのね。あ、それから私、外の世界をまた見てみたいって思うようになったの。アイギスに強さをもらわなかったら、私今でも自分で自分を閉じ込めたままだったかも。なら、これからは私があなたの目になります。あなたにもこの素敵な世界を見せてあげたい。ありがとう、アイギス。私自身ももっと知りたいんです。人間とは違う体だけど、でも生きるって決めたんですから。でも帰らなくちゃいけないんだ。みんな元の暮らしに戻るんだし、僕だけ嫌がってたら子供扱いじゃなくて本当に子供のわがままになっちゃう。寂しいけど、でも戦ってるから仲間ってわけじゃないんだ。場所なんて関係ない。元の日常に戻ってもそれもつながってられる。本当の仲間ってそういうことじゃないか。大丈夫、きっとうまくやれる。確かに終わりは避けられない。あの時私、解決する方法が見えなくて、だから気持ちを逃がせなくて涙が止まらなくなっちゃって、そんな私に夏希ちゃんは驚いて呆れて、それからちょっと怒って、そして最後に分かった、好きなだけ泣け泣け胸貸すからって笑ってくれた。そしたら胸に詰まってたものが急にすっと抜けて、すごく驚いた。一人じゃないって、なんてすごい力をくれるんだろうって。今が大事で、私はいつも立ち止まりたくなるけど、でも終わりが怖いって気持ちの正体が孤独が怖いってことなら、立ち止まってしまう方がずっと孤独。私はみんなと一緒にいたいから、一緒なら平気だから、前に進みたい。これからもずっと。思い出を誰にもやりたくないか。最初は俺も同じことを考えたさ。残らず取っておきたいと思った。けど俺の場合、思い出は10年分だ。写真を漁っても、必死に紙に書き留めても、まとまるどころか記憶がいかに穴だらけなものか思い知るだけだった、うん、でもおかげで気づいたんだ。記憶は自分だけで独り占めにしてると、ただすり減っていくだけだってな。真田さん、消えちまわないためには一緒に受け継ぐやつが必要なんだ。すんません。謝ることか。いいさ、たかが目覚まし時計だ。無理に使いとは言わん。使うす、使わしてもらうす。音ありえなくても我慢するす。そうか。なんかちと感動す。やっぱ真田さん先輩だったんだなって。何？まあいい、思い出話の前に差し当たってまずニュークスだ。そうっすね。川山陽じゃ真珠に笑われる。あ、そか、負けた場合のことを考えてなかったぜ。忘れるのが嫌でも時間は止まらない。なら止まることなんて考える必要ないだろ。かもしんないっすね。真田さんらしいや、理屈なんだか根性なんだか。引っ
かかるな。褒めてるんすよ。いいじゃないすか。俺そういうキャラ嫌いじゃないっすよ。不本意なイメージのまま世界が終わってたまるか。必ず干渉してやる。時をとどまれか。でもよく考えると、今のままがいいからって立ち止まる人って、それ自分を騙してますよね。じっとしてたって寝てたって時間はどんどん過ぎてくのに。そうだな。そういうの絶対いい結果にならないと思う。私たちには力がある。だが力とは責任で、責任とは社会のことだ。そんな私たちが自分を騙せば、必ず周りの大切な誰かを一緒に不幸にする。嫌なら死ぬまで弱さと戦うしかないんだ。死ぬまでか。でも誰を不幸にしないための戦いか。顔が見えていれば辛いだけにはならない。力は自然と湧いてくる。もしかして私のこととか。そうだ。なぜ赤くなる。いや、普通そんな直球来たら、その照れるじゃないですか。そういうものか。まあ私も先輩についてくって約束したし、そのまあ気持ち同じっていうか。ゆかり、本当に真っ赤だぞ。大丈夫か。ああもうこの人調子狂う。目覚めしたんじゃないのか。違います。おでこ当てなくていいですから。え、これは鍵。鍵？これです。今急に手の中に。私には何も見えないけど。そんな、私と視覚を共有してるはずじゃ。私は正確にはアイカメラを共有してるだけなの。もしアイギスだけに見えてるんだとしたら、その鍵で閉じられたドアが開くかも。え？アイギスも多分みんなも今は先に進もうとしてる。その意志の力を鍵の形として感じてるんじゃないかな。そんなことってあるんでしょうか。知ってる？ペルソナはね、精神の具現化だっていう説があるのよ。人自身が持つイメージだから、神様の姿なんじゃないかって。精神の具現化。時間や空間に作用する力って、要するに心に描いたことを形にする力ってことだもん。そんなの本当は誰だって当たり前にやってることでしょ。自分を閉じ込めるのも、その扉の鍵を開くのも、きっと自分次第。自分次第。あ、タイミング悪いな。もう時間みたい。あの、今度本物のあなたに会いに行ってもいいでしょうか。ありがとう。でも多分無理かな。なぜですか。アイギス自身の自浄作用っていうか、禁足はね、一人でに消えちゃうの。そんな、私忘れません。いいのよ、アイギスが私のことを忘れても私は忘れない。アイギスはずっと私の大切なお友達。アイギスが幸せになってくれれば私もすごく嬉しいのよ。そんな。幸せになってアイギス。じゃあ行くね。覚えていられないかもしれないけど、また会いに来てください。何度でも。そうね、またいつかね。約束です。うん、分かった。さあ鍵を使って、みんなが待ってる。はい。バイバイアイギス。また会いましょう。約束です。約束ですよ。
ございます。おはよーす。おはよう。おはようございます。俊平さん早いですね。なんだか部屋からすごい音楽聞こえてましたけど。なんつか目覚めることは覚めるけど、ありゃ寿命と引き換えだな。コロマルさんは今週の散歩当番さんがちゃんと起きてくれて感激だそうです。ああ、俺だっけ。つか眠さ的にありえねえ。任せた天田少年。え、当番初日から人任せですか。しょうがないな。そうだ、ゆうべコロちゃんお部屋に入れてたって聞いたけど。ああ、朝5時に起こされた。お疲れ様。俺も実は6時起きでさ。しかも明日からは田中さんが毎朝叩き起こしにいらっしゃるそうで。え、なんでですか。あんな音の目覚ましあるのに。それがさ、閉じ込められて話してるうちに、なんか真田さん乗ってきて、これからは俺が起こしてやるとかってさ。今朝もロードワーク行くとき本当に起こされて、目覚ましせっかく遅めにセットしてあったのにダイヤルグリグリって。もう体育会系焚きつけるとろくなことね。マジ健康にはいいと思います。よくない。文字通り叩き起こすんだぜ、ボクシング部の主将がよ。うちの子悪きゃ二度と目覚めねっつの。おはよう。おはよう。山岸、ゆうべは騒がせてすまなかったな。いいえ、結局何だったんでしょうね。朝になってシステム管理に連絡してみたんだが、履歴にアラウトの類は一切なくてな、原因不明だそうだ。ロック自体の機械的な不具合だったのかな。アイギスは夜間に何か見つけたか。特に何も。気づいたらちゃんとドアが開くようになっていました。おいおい、大丈夫なんか。どっか悪いんなら直しとかねえと、決戦当日になって部屋出れねえとか全米号泣だぜ。私は実は結構楽しかったかも。そうなの。ああ、風花はタイミング悪かったね。鑑賞会は改めて開こう。僕はなんか考え込んじゃってなかなか寝つけませんでした。お前は速攻で寝たと見た。まあ夜更かしはしなかった。もう相変わらずのマイペースだな。いいじゃん、結果オーライなんだし。それに私たちのこと信じてたってことでしょ。俺には 200% 来ないフォローですね、それ。なんだ、全員揃って。おかえりなさい。昨夜の話よな。ロードワークの時刻には治っていた、問題ない。それでオッケーなんだ。お、純平、ちゃんと起きたな。あんだけされて起きないとしたら、そりゃ死んでるね。アイギスは昨夜は？多分すぐ夜間のスタンバイモードに切り替わったと思うんですが。どうしたの？アイギスにしては曖昧じゃない？すみません、記憶がはっきりしなくて。それに実は最近幻覚を見ることもあって。幻覚？昨日の晩ももしかしたら見ていたのかもしれません。なんだか誰かと会っていたような。認識トラブルということか。幻覚？なんだか前にも見た気がするんです。その時も確か夜中で。え、夜中に見る幻覚ってそれ？アイギス、それは夢を見たっていうことじゃないの？夢？てかアイギスって眠んの？スタンバイモードは停止とは違うので、幻覚なんて。でも人間の夢には記憶を整理する役割もあるっていうし、アイギスが人らしくなることで情報処理の形も人間に近づいてるなら夢だってありえるのかも。というかもうどう見ても人間だがな。この調子だといつか本当に人間になる日が来たりして。いつか人間に。いつか本当に人間になれちゃうかもね。あれ、アイギス、どうかした？いえ、何か浮かんだような。何でしょう、消えてしまいました。ふーん。でもなんだか
胸が温かくなったような気がします。さーて、まあせっかく早起きしたんだし、だらっとしてねえでなんかするか。あんた早起きしたことなさすぎで、朝何していいかわかんないんでしょ。ならもう一本俺とロードワークに付き合うかな。いや、ほんといいです。ほんと見逃してください。遠慮するな。いよいよ決戦直前週間だしな。何か協力させてくれ。じゃあ平和な朝をください。ほんと何やらみんな昨日までの固さが取れてるじゃないか。閉じ込められたの実は逆に良かったかもですね。おかげで一呼吸していろいろ考えれたし。っていうかゆかりちゃん、最近ほんと霧城先輩と仲いいよね。どんなことをお話ししたの？なんだっけ、時間よ止まれの話でしたっけ？いろいろだ。いろいろ？僕は最初ちょっと悩んだけど、それからあとは倒した後にやりたいこといっぱい考えてました。倒した後か。はーい、俺久々に野球見に行きたいっす。オープン戦ね。実は最近またちょっと野球興味出てきたんすよ。まあさすがに選手になるとか無理でも、なんかこうガキの頃に感じたワクワク感が蘇ってきてるっつうか。夢か。私なんだろう、なりたい具体的な職業とかってあんまり考えたことないかも。ミツルさんと仲がいいなら霧城にいらっしゃるのはどうですか？ OL か。いえ、グループのことではなくお屋敷のことを言いたかったんですが。は？もしかしてハウスメイドってこと？は？なるほど、メイドか。ちょ、そこ何新技ひらめいたみたいな顔になってんですか？素晴らしい提案だ。もうやめやめこの話。アイリスはどうするんだい？私はこの後に及んでただ出てくとかなしだぜ。アイギスさんがいなくなったらコロマルの通訳できる人がいなくなっちゃいます。コロマルさん、大事なのはアイギスがどうしたいかだと思う。私がどうしたいか、私の一番大切なことは。ストップ！なーに二人の雰囲気作ってんだよ！アイニス、最近言葉だけじゃなくて表情とかもなんかすごく色っぽいよね。ある意味この中の誰よりも自我が確立してきてるのかもな。もともと目立つしね。でもそういうの地味に幸せなことかも。幸せ？私約束したんです、幸せになるって。え、誰と？わかりません。もしかしたら誰かじゃなく私の中の、いえ私自身との約束だったのかも。なれるさ、きっと幸せに。はい。だから雰囲気作んなっつの。メイド、メイドか。検討の価値がありそうですか？うわっ、いきなり背後に立たないでよ。っていうかお腹減ってきました。そっか、朝ごはんまだだもんね。たまにはテイクアウトにしね。あー、でも確か今先輩の部屋キャラメルティーしか残ってないですよね。テイクだと合いそうなお店この辺ないかも。そうだったか。本当にメイド向いてるんじゃないか？しっか、もうその話禁止。なら一度買い出しに行って、それからここで上映会しながら食べるってどうですか？うん、そうだな、いい案だ。何の映画なんですか？てか買い出し誰行くわけ？え、まさかまた俺に目線集まっちゃう展開？コロマルさんが行く気満々です。いや、犬だけじゃさすがに無理だって。